ワンピースクイズ2018年総決算。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に来ました。さあ、何ですか今日は。ワンピースクイズ2018年たくさんやってきた。やりましたね、楽しかった。今年はそれをちょっと、はい、1問とか2問ずつ、はい、いろんな企画のクイズを混ぜてちょっと1本。なるほど、いろいろなクイズやるのね、はい、いいじゃん、うん、はい、それやっていきたいと思います。それでいきましょう、お願いします。みんなどんなクイズが良かったかね、うん、まだ見てない人全部ぜひ見てください。あの、いろんなクイズやったんでね、うん、ちょっとハーフさんにも出ていただきたかったんですけど、うん、ちょっと今日来れないかな、うん、サラリーマンなんでね。年末は忙しい。年末は忙しい。罰ゲームなんかやります。じゃあ三が日毎日、うん、YouTube のストーリーを2個ずつじゃない、2個ずつって多くない？1日2本1日2本。でも一瞬ですから、ストーリー。まあまあ、何をやるの？ただあげるだけ。飲んでもいいの？え、面白いことっすよ。いや、無理でしょ、そんな。ちょっとハードルがやばいわ。面白いことって決まってます。いやいや、決まってますよ。なんだよ、飯しかあげないよ俺。まあいいっすよ、でも面白いんですよね。いいよ、別に面白いっていうのは笑いじゃない面白さでもいいわけだね。いや、笑いですね、僕。そんなんダメだよ。そんなんはダメだよ、別に。だから面白いって別にいいでしょ、笑いじゃなくてもいいでしょ。笑いじゃない、YouTube は笑いだけじゃないんだよ、はいはい、難しいな、でも逆にそこヨーグルト取ったって絶対に面白くなんないよ。もう本当にネタに困ったら LINE すぐ送るからね。ちょっとない、何もっつってん。何あげたらいいっつって、何どうしたらいいっつったら。よし、いいよ、じゃあこれ絶対勝つ、絶対勝つ。じゃあ行きましょうか。はい、はい、1問目、はい、第2検索ワードクイズから。いや、いきなり得意じゃんよ、ケイさん。よし、勝つぞ、ここで。ここで取っとかないと俺もう負けるからね。これは第2検索ワードと第2検索ワード下位の2つをやりましたが、はいはい、1問目は第2検索ワードクイズの方から、はい、そっちはそんなでもないんだよな、出題します、はい、うん、こちらはキャラのとかその単語を言うので、うん、その第2検索に入ってるやつってことでしょ。そう、何が入ってるかを当ててもらうね、はいはい、後ろを当てるんだよね。後ろを当てる、キャラが出て後ろを当てるんだよ、結局。で、一番上のものだったら30ポイント、はいはいはい、2位だったら20ポイント、はいはい、で3番目だったら30ポイント、はい、そんなポイント高かったっけ。そうです。10ポイント形式になってるぞ。それだけ1点とかじゃなかったっけ。年末だから、年末だから、1,2,3 ポイントだったのになんか急に10ポイントになってるから。ゼロついた方がなんかやっぱり位が違う。じゃあいきます。はい、金エモ、金右衛門の検索ワードだよね。検索ワード入ってきた。早くない？ちょっと待って、早いよ金、やっぱり、はい、金右衛門、めっちゃむずい。金右衛門、いやこれじゃないな。金右衛門早いんだよ、だから。え、だから今日も2週目してないって。今日も2週目2週目ってなんだよ。なんだ、タイムリープして今日も2週目なんじゃないの。してよ、それできるなら。なんだろう、金右衛門そんなすぐ出ないよ、だって時間切れですよ。やめてやめて。はい、はい、いやちょっと自信ない。まあ、じゃあまず K さんからいいですか。はい、はい、仲間。あーあー、なるほどね。なんかあるでしょ。言ってください。なんかあるでしょ。なんか君のターンでしょ、絶対に。絶対に君のターンで今。何も言うことないな。って言ったんですか、僕ら。いや、もうそれで終わりじゃなかった。いや、なんか仲間になるかならないかっていう説があるから、はいはいはい、まあ一応、一応ね。まあまあ、確かにそうだね。うん、僕行きます。うん、一応、コミックス派の方は大丈夫。アニメ派の方は一応お気をつけください。うん、はい、行きます。20年。いや、時超えたから20年か、なるほど、ね、金やも20年。いや、ちょっと来ないかな。いや、これ苦手なんだよ、俺。これ全然当たらないんだもん。Kさん、マジ強いから、これこっち側はちょっとあんまりそんなでもなかったからね。うん、うん、はいはい、では、いきます。はいはい、3位、うん、はい、仲間。うわーし、3位か、でも、やったー。いや、でもやばい、待って、やばい、よいしょー、やばい、金やも仲間で検索されてるのが、はい、はいはい、やったー。ちょっと頼む、20年、これ20年、20年、20年、やったー。本当に20年です。やったー、あるんだ、やった、嬉しい。1位は、1位が悪魔の実ですね。そっちか。あー、なるほど、あー、なるほど、なるほど。20年入ってくるんだ。やった、やった。うわ、俺1周目だよ今日。俺もだよ。俺も1周目だよ、別に。誰なんでしてねえよ、リープ。ちょっと待って、これ興奮して熱い熱い熱い、ちょっと待って待って。20年はちょっと想像しなかったわ、やっぱ。やった、想像できないよ。うん、あんまり入ってないかなとも思った。すご
10ポイント20ポイント。よしよし、今勝った。やばい、ここで勝たないと俺負けるんだけど。ここで勝ってたらでかい。ここで勝たないとちょっと先ないよ。よし、先あるから、ね、先ないよ俺。次の問題は、はい、第2検索ワードクイズ回からの。いやもうこれ一番計算得意だもん。これは逆ですね、キャラね、当てる方だよね。キャラを当ててこい。いやこれちょっともうね、意外と運だからねこれね。でも結構当ててたじゃん前回。しかも1問だけっていうのがねちょっと難しいんですよ今回の。そうなんですか。そこがやっぱり評論家、やっぱ確率論だから結局はさ。大検索ワードクイズ回の評論家の方やっぱり5問10問あるよ、はい、等がやっぱり当てやすいわ、勝率の問題だからねこれはね。もう評論家だ。第3位、はい、カイドウ。第3位カイドウ。カイドウでございます。ここでお互いどちらも出していただいて、うん、当たったら30ポイント。30ポイント。あ、俺もうこれでいくわ。じゃあキャラだよね。キャラです。カイドウ、もうこれでいく。俺これ当たるかもしんない。いやもうちょっと自信ないわ。俺今日来てるよ。俺この検索ワード計算を封じれば。あ、ダメだ、カイドウは分からないな。だいぶ強い、勝てる可能性が上がる。まだちょっと分かんない。いやこれ、はい、はい、じゃあ違う気がする。高橋さんから。はい、俺これいける気がする。バン、ビッグマム。ビッグマム、なるほど。ねえ、要はね、あの90巻で関係がありそうな感じだったもんね。うん、じゃあ、K さん。おお、ビッグマム。ビッグマム揃った。え、ちょっとわかんないなと思ってる。正解は、はい、ビッグマム。よーし、よし、よしやった。素晴らしい。やった、冴えてますよ。おー、来てる来てる。よし、やばいぞ。でもここであんまり差をつけなかった。ここでケイさんに並んだのでかい。ちょっとまずい。よしよしよし、40ポイント50ポイントです。ここで差をつけないのはまずいんだよな。オッケーオッケーオッケー。ビッグマムカイドウが3位で、うん、次は若い頃、うん、はい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 、1位能力。結構難しかったんですけど。いや、むずいな。3位で当ててきたという。やった、当たっちゃったな。当たった。でかい、これは。やばい。ここで差つけれてない。ここで K さんと並んだのがでかい。ちょっとまずいぞ。よしよし。あとは問題次第では。いやー、ちょっと。よしよし。さあ、はい。では次。はい。笑い方クイズ。いや、それはもうダメなやつよ。俺が勝てないところじゃん。いけるかな。早押しでお答えください。待って、俺が勝てないやつ、もう絶対。例えば10ポイントで。よくない。俺も全然抜けてる可能性ある。ハーフ君と連合で戦った気がするようだったやつ。いきます。はい。パッ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 。早い、ちょっと早い、早いじゃん、すごい。でも分かんないでも。あっ、アップ正解。やったー。違う違う、押してから考えてるもんだって。押してから考えてる。やったー。押してから考えてるよ。やったー。くっそ。もう俺も押してから考えよう。この野郎。やったー。くっそー。でもすごいですね、出てきた。合ってる合ってる合ってる。よえー。いや、くっそー。ちょっと早、これ何点今のは。今10ポイントです。はよしよしよし。やべ、並ばれた。ないね。次も笑い方クイズ。はい。早押し。早押し、10ポイントでございます。はい。はい。ひしひしひし。痛い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 。折れちゃう折れちゃう折れちゃう。いやー、逆に曲がってたよ、今。逆に曲がってて、今映ってないけど。待って、分かった、本当に分かった。じゃあ、やらせて。一回やらせて。でも俺、で、一回やらせて、お願い。一回やらせて、何。でも本当に分かった、俺。じゃあ、せーの、で、俺だよ、でも俺だよ、押したのは。まあ、でも、じゃあ、せーので、せーので。本当に分かった。じゃあ、せーので言って。書いといてくださいよ。やろ。はい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いいですか。あ、ちょっと、じゃあ、待って、今、書いとしたら。いや、そのにわかの意地を見せたわけね。そこはもう。ちゃんと分かってて、点数にまあ、ちょっとそれは意地を見せた。ちょっと相談させてよ。本当に相談させてよ。こっちは指までかけて戦ったんだよ、お前。あれ、あいつ名前なんだっけ。なんだよ。はい。はい。いいですか、かけた。うん、はい、モリア。正解。よいしょー。うわ、おーおー、すごい。あれ、モリア。モリア、モリア。ほら、今すごいじゃないですか。だから、分かったんだよ、今のは。だから、ちょっと、3ポイント。なんでだよ。だって、今ポイント笑い方クイズはさ、違う違う、連合軍で戦ったクイズじゃん。0.5 ポイント。超少ねえ。超少ねえ。10ポイント。超少ねえ。少ねえ。まあいいや、0.5 ポイント、よし。よっしゃ、取れば超えられる。そうだそうだ、 0.5 ありがたい。だったら俺もさっきアップって答えてくれよかったな。だったら俺も50点と50点。やった。いやいや、この俺もじゃあやっとこう。俺も早押し、これ早押し関係ねえじゃん。じゃあ今日はやって、こっちが軍じゃないからやっぱりだいぶ不利だからね。なるほどね。そこで出していかないと出せるところはね。すごいアピールがすごいんだよね。さあ次の問題は、はい、井
色だけでキャラを当てるクイズ。出た。俺これ超楽しい。色だけでキャラを当てるクイズ。はい、じゃあ早押し。早押しです。ちょっと待って。それでは、はい、お願いします。ナイス。はい、お願いします。はぁ、ちょっと待って。全然わかんない。あれ、なにこれ。ラキル。違います。やべえ。あれ、これ待って、誰だ。難しい。俺でもお手つきは、難易度これ高い。お手つきまあ、ちょい高かもしれない。またの EC20 とかそのぐらい。 EC20 とかではないです。はぁ、これやべえ、出てこない。まあでも俺に今回答権があるからな。そう、今やべえ、ミスった。でも全然わかんない。こんなキャラいた。いますね。あー、はい。あ、でもこういうやつ、あ、これかな。ミスターホー。全然違う。ミスターホー全然赤くないですよ。じゃあ、あとはもうここ押し合い。これ誰だ。難しいこれ。誰これ、誰これ、誰これ。ギブですか。わかんない。ちょっと待って、ヒント、ヒントあり。ちょっと待って、ヒント、ちょっと待って。ちっちゃいです。どう、あいつだ。レオ、レオ、レオ。やった。レオだ、レオだ。レオ、ネクタイだね、ネクタイ。レオだわ。よっしゃ。確かに言われたらもうレオにしか見えなくなってきた。いや、これ今 0.5 がいいですか。俺も今レオって分かったからレオって書きたかった。ね、俺もレオって書きたかった。言っちゃったし、俺。もうずるい、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 ずるい。痛い、俺もレオって言って分かっちゃうもん今俺。よしよしよし、レオだわ、今すごいわ。レオにしか見えない今。これ面白い、色だけのやつマジで面白い。はい、ではもう一問、色だけで。よしよしよし。では下を向いてください。こう。それでは、はい、お願いします。は、なにこれ。シーザー。正解。よし。シーザーの色って意外と。しゃ、角だよね、角ね。そう。よしよしよし。紫がないよ、紫が。いや、でもこういう時もあった、この服には。そうだっけ。そうですよ。紫じゃなかったっけ。こっちの方がね、結構メジャーで出てくるんですよ、色的には。よっしゃー、やばい。よし、これはやばい。70対60点。よしよし、 0.5 意味あるんだ。よしよし、素晴らしい。よしよしよし、よしよし、70対60.5。次は逆クイズ。きた、逆クイズ。きた、問題作るやつだ。問題作るやつになる。あれか、あれダメだな、あれ。難しいやつだな。あれはもう佐藤さんの主観だから、これは。黒ひげ。黒ひげ。黒ひげが答えになる問題だよね。ちょっとひどいかもしれないですけど。黒ひげ。黒ひげが答えになる問題。難しすぎてもあれですけど。ちょっともう難しいんだけど。どうしよう。何も出てこないんだよ。いや、あるでしょ、なんか。形式は。なんかあるでしょ。泣きそうっすか。泣きそう。クイズ屋さんにはなれないんだよ。出た、名言。クイズ屋さんにはなれない。どうしようかな。俺は弱いみたいな。俺はクイズ屋さんになれねえ。って言ってくれたら、1ポイント差し上げる。いやいや、いいのそれ。それ1ポイントくれんのそれで。では、たかしさん。はい、僕から。もうこれはセンター試験。向けです。ちゃんと分かりやすくいきます。バン。白ひげ海賊団に、所属していたが仲間殺しをして闇闇の実を手に入れたキャラは誰でしょう。黒ひげ。なんでピンポン。ちゃんとちゃんと分かりやすいでしょ。はい、分かりやすい。もう簡単、割と簡単、誰でも簡単いける。じゃあいいですか、僕。いいよ。はーい。特殊な悪魔の実と言われる闇闇の実を食べたキャラクターといえば。なんかあんま面白くないっすね。本当にあんまり普通、ただの簡単な問題を書きましたで終わっちゃいました今。お互い 0.5 ずつ差し上げましょう。 0.5 もらえるんだ、はい、一応。しかも 0.5? ちょっとあんまりお互い 0.5 ね。お互い同じだったんで。まあ確かに似ちゃったね。ちょっと攻めなかった感じかな。確かに攻めてはなかった。攻めてはなかった。確かに。確かに。でも攻めてたらどうせ負けるでしょ。でも攻めたら勝てる可能性もある。刺さればいい。佐藤さんに刺さるもん。そういうこと。もう一問いきますか。じゃあちょっとこれ分かった。もうこれは悔しいよ。これは悔しいよ。じゃあ攻める。ちゃんとやる、ちゃんとやる。はい。はい。魚人。魚人。はい。答えが魚人。おお。これは嫌でもちょっと。魚人になるのか。広いな。あ、分かった、もう、分かった、こういう攻め方をするわ、俺は。
でもちょっとまた結局簡単な感じになっちゃってるかもしれない。どうしよう。やばい、これやばい、これマイナス10点になるから。もうなんかマイナス10になりそうで怖いな、なんか。どうしよう。刺さらないとマイナス10になっちゃうから。いや、一応これでいく。一応これでいく、俺は。ちょっと待って。答えが魚人ってちょっと難しいよな。ちょっとじゃあもう、答えが魚人じゃなくていい。いやもう、やばい。もう何を言い出してるのそれ。そんなことやばいよ。ちょっと答えが魚人じゃない。じゃあ一回やってみ。一回やってみて。一回それでやってみ。一回それでやってみて。一回それでやってみて。何をやってるんですか。ちょっと意味が分かってないですけど。答えが魚人じゃなくてもいいって意味が分かんねえ。何を言ってんのこの人。破綻してますよ。答えが魚人になる問題を作れって言われてるのに魚人じゃなくてもいいって何言ってんの。何言ってんの。おかしなこと言ってることは気づいてます。分かる、言ってること言ってる意味は分かる。この逆クイズやった途端本当に IQ めっちゃ下がるのめっちゃ面白いんだけど急にアホになる。言ってる意味は分かる。けど止めらんないですもんね。けどちょっとけど止めらんない。アホになるのが止めらんないんだ。このクイズになった場合アホになっちゃう。ちょっと止めらんない。あ、いいこと思いついた。やったよ。できました。やっと。超時間かかってるこの問題だけ。じゃあ高橋さん、俺から自分の手に行こう。言うて俺もちょっと自信ないけど。いきます。バン。新世界に入る際に通ることになる海底1万メートルにある島は〇〇島。でも丸に入る言葉はこれまででいいです。これあるでしょ。変わんないじゃん。上の情報が書いて1万メートルとかだよ。いや、しどうしよう、これ間違ってどうしよう。これいや、書いて1万メートルだった気がする。どうしよう。出し方によって何でも工夫はできるんですか。そうそういうこと、うん、これ、まあ、よかったよかった、マイナス10じゃん。よし、勝てるぞ、これちょっと俺自信ないな。はい、いいんですか。はい。これらのキャラクターの共通項は何ですか。人魚入ってるし。人魚は魚人とは言わないですか。まあ魚人族ではないですか。どうなの、難しいとこであるよね。むずいんでしょ。だから俺もよくわかんない。どうだったっけ。魚人族、魚人族か。で、まあ明確に言ったら人魚と魚人は違うけど。別物なの。別物である、明確に言ったらね。ちょっとダメじゃない。やった。自分で言うじゃねえかよ。マジこの問題一緒やったら一生勝てる気がする、これ。やだ、これはダメだよ。5ポイントぐらいだ。 80.5 と61か。だいぶ離れてんな。よし、残り2問です。残り2問、うん、はい。次の問題は、はい、ツッコミトランプクイズです。やった。なんだっけそれ。あのジャンプ店で買ったワンピースのツッコミ用トランプだっけ。これ岩川君と多分 VS してます。そう、俺対2人でやってた。誰のツッコミか当てたんだっけ。その誰のツッコミか当てます。はい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 、はい、それむっちゃむずいな。それむっちゃむずいじゃん。いきます。はい。お前らもう二度と頭を下げるな、手もつくな、同盟っていうのは友達のことだ。違う。この違うが誰が言ったでしょう。はあ、なるほど。え、簡単ですか、浅田さん。やべ、ちょっとね、ちょっとやべ。まあ多分大丈夫だと思う。多分、あれ合ってるよな。ちょっと自信ないぞ。もう一度上、前に行きましょう。お前ら、もう二度と頭を下げるな、手もつくな、同盟っていうのは友達のことだ。で、ツッコミが違う。この違う。誰だろう。言ったキャラね。言ったキャラです。いや、でも俺もう何人か出てんの、今。誰が出てるんですか、じゃあちなみに。いいですか。はい。ナミか、ウソップか、ロー。うん、ローはそこじゃない気がするな。うん、ちょっとじゃあいいや、これでいこう。はいはい、じゃあちょっと俺も自信ないかも。高橋さん、はい。ワン、ロー。いや、ロー、ローだったのか。ケイさん、ケイさん、なんか正解はローです。やだー。でもそこにローいたっけ。ほんとだ、違う。イエーイ。よっしゃ。じゃあ何ポイント。今3ポイントくれる。いや、なんでだ。3ポイントくれる。なんで3ポイント。高橋さん20ポイントです。よし、次ラスト。次ラスト。よしよし。俺も30ポイントぐらい差あるよ。2、30ポイント結構差ある。5000ポイントです。いやいや、追いつくって追い抜いてんじゃん。いやいや、急に普通の急に普通のバラエティみたいな追いつき制度じゃないの。5000ポイントです。最後急に最後5000ポイントなの。そうっすよ。
あるあるのやつじゃん、急に。いや、開発しましたよ、僕が。いやいや、違うわ、ずっと前からあったよ、これ。超えるっていう。ずっと前からあったよ。開発しましたよね。開発してない。あ、そうなの？追いつくが開発したんだよ、俺らどっちかと言ったら追いつくだけかいっていうのはやっただろ。ラストのクイズの形式は、はい、年齢にまつわるクイズ。やったね、やったやった。一番ダメなやつじゃん、こっちが俺言うてちょっと勉強したからね。いや、そうなんですよね、うん、ただね、でも、うん、年齢は割と、うん、弱い。こちらになります。はい、3人の合計を120に近づけろ。120ね。あー、これがちょっと何人かもしかしたらいるかもしれないですけど、はいはいはい、パターン的にね、はい、ちょっと待ってね。いや、年齢はちょっと今回全く分かんない人しかいないな想像ができない今回難しいです。ただ分かる問題にしちゃったら高橋さんが完全に勝っちゃうと思ったんで。そうだね、割と逆に K さんでも近づける人予想がつかないんだよなちょっとわかんないなぁ。3人、120、ね、3人だよね。そうです、で120です、今日は。はい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 、3人だよね。はい、銀とかいくつ、ね、銀とかいくつだろう。銀何歳ぐらいに見えます？20代。うん、でも30代かぁ結構いってんのかなこのこいつとかいいですか。じゃあ、高橋さん。はいはいちょっとね、やっぱね、曖昧なとこです。上にざっくりの年齢を書いて、うん、自信がないのもあるんで、うん、パティ29、ダダン55だったかな、うん、で、ペル35、スクワード50ぐらい、サンタソネム29ぐらいで、ラブン53、予測26だったかな。そんなわけのモーガンが忘れちゃったの、47ぐらいだったかなモーガン47だったから、イガラム50ぐらいだった気がするんで、ちょっと自信ない。で、チェスも自信ないんだよね。で、オーズが74とかだったかな。で、銀が27。ちょっとで、この丸ついてる以外はね、自信ないな。で、その中で足し算引き算して、引き算？あ、足し算して、ペルが35は確か確実、ラブーンが53確実、で、チェスが30代前半だったのを覚えてて、で、チェスが、その、何？わかんない。わかんないから、でも多分ここから足して120から引くと、うん、まあ、30前半で、まあ、チェスかなっていう。だからペルー、ラブーン、チェス。ペルー、ラブーン、チェス。はい、これで。なるほど。じゃあ、K ボーイ。K ボーイ。K ボーイ出た。出た。はい。はい。ダガン、銀、ペルー。ペルーで伸ばさないよ。ペルーの国になっちゃうから、そうすあれペルーで国になっちゃうから国の創設してから自分の確かめていいですか。そこは勘弁してよもう何もないんだけど適当に言えるのよ。ダダン、ダダン、銀、ペルー。何歳何歳の予想なの大体。いや、もう分かんないね。だから60だから俺の理想は60らへん、うん、30、30で狙ったわけで、120に近づけようっていう、はいはいはい、そこでちょっと狙ってたわけこれで意外と当たる時あるからな、ケイさんマジでもこれで分かんないからさ。はいはい、でははい、お互いじゃあ一人ずつオープンしていきましょうか。僕がね、もう一人ずつね。ペル行きましょうか。まずペル、二人とも入れてる。はい、はい、ペルが35歳。よし、当てた。お、ペルは35。はい、で、次、ダブが53。オッケー、え、そこ合ってる。もうそういうことか。で、じゃあ K さんの、うん、銀、うん、27歳。うん、合ってた。27か。銀は27。意外と難しいでしょ、K、算数って久々にやるからな。63？ 62か、うん、で、ダダン、うん、55。おお、やっぱダダン予想合ってた。 K さん117じゃない。67。 K さんは117。結構近いとこ行ってんだよ、だから何も計算100分かんねえ、なんかここまで来たぞ。で、チェス32来たんじゃないこれ。100です。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、やったー、やったー。チェス32か。そうですね。俺34で覚えちゃってて、あれじゃ合わねえなってなって、うん、やったー。サンダーさんが30だったんです。計算サンダーソニアが、はい、サンダーソニア30か。サンダーソニア29で覚えた。じゃあ銀をサンダーソニアにしとけばよかった。しとけばぴったり。あー、おー、もしかしたらその2つ、2パターンぐらいあったのか。だから、はい、めっちゃすごいじゃん、俺。すごい、いや、すごい俺めっちゃすごいじゃん。よくいけるな、その勘で前回のも伊達じゃなかったもんな。ぴったり賞言ってたもんな、それであー、予想は外れたけど答えは近いっていう。なるほどね。やったー。そんな感じですね。ということで、高橋さんの勝利。やったー2018年
総締めクイズやったあからさまな硬直あからさまよし、あまあしょうがないねこれはね、うん、いやでもすごいわ。いやでも、ね、成長してんじゃないですか、うん、ケイさんがだいぶなんかね結構戦えるようになってきてる年齢とかはねなかなかね、まあ、難しいよね。ここはねやっぱり、ね、俺も全部が全部ひったしまでいけてなかったから。はいはいはい、やりました。じゃあ普通に終わりでいいんですよね。いや違いますよ、ね、君が三が日ストーリーを1日2本あげる。いや2個は多くないねえ、ご飯でもいいですよ全然。で面白くはないよ。いやいいですよ。じゃあ毎日みるみるあげていい。それはそれで面白い。毎日あげてたら面白い。1ヶ月全部毎日あげてたら面白い。ねえ1ヶ月もあげんの大丈夫、別に電話で使ってもいいよ。だからいいですよ。あそうそう別に。あそっかそっか。電話しながらとかでもいい。電話しながらかも、ね、難しいけど、まあ、なんかなんとかなんか、うんうん、はい、いろんなクイズやってましたね。そうだね、こう振り返ると。あと何か多分もっとやってると思います。うん、いろいろやってる。クイズとかいっぱいやってますし、英語メタ、あとなんか終われませんにしてるパターンもあるしね。パターンもありますね。はいはい、うん、いろいろあるから来年もいろいろ増やしてた。そうだね、第2回やったり、うん、いろんなバリエーション増やして、はい、なんかねやっていきましょう、うん、はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そしてまだ見てない動画があったらぜひ見てください。2018年よろしくお願いします。明日も楽しもう。またね、良いお年を。お願いお願いします。